あの杭で動きを封じられているらしい。斧の数はここからでは判別がつかないが、何者だ、これをやった奴は。 奴が次元か。いや、十尾、いい子にしてたな。あれが十尾だと。待て、私を食うのはまだ早いぞ。器の完成が先だ。 悪いが、また少しもらっていくぞ。十尾のチャクラを吸収しているのか。カーマの模様が広がっていく。こいつもボルトたちと同じような力を。 なんてことだ。あの姿はさっき見た大月のまずい。想定していた以上の事態だ。一刻も早くナルトに知らせなければ。さて、挨拶しに行くか。二人の器どもに。